なんかかけられた瞬間にすられた。うわ、やられた。まあ、かけられてどっかの市場で売られてるってことね。ちょっと行ってきます。ちょっとこの辺危ないから携帯取るわ。一夜明けまして、昨日はほんまちょっと疲れすぎてたんで、そこ寝て警察とのやり取りだけの映像だったんやけど、解説すると場所が判明しました。で、僕と一緒にポリスが行った。で、太一は情報収集班やからお前残れって言われて、なんか役割を与えられて、俺が襲撃班みたいな。俺ら行ったら撮影すんなって言われてんけど、あのビルがあったやん、あのビルの中にあるのはまあほぼ確実やと。警察官がそこパッてビル見て言ったのが、ここか、あ、はい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 みたいな。あそこは販売所らしい、携帯とかの。今閉まってるけど明日の9時か10時ぐらいに開くだろうと。で、その時に一緒に襲撃行こうみたいな。ペルー人だろう、まあ、これは分からへんねんけど、ペルー人はよくあそこでスリをするみたいな。だからペルー人の強盗集団がアジトとしておるから、そこに行こうみたいな話になって、向かう、今から向かうねんけど、結構もう大詰めやと思う。多分見つかる気がする。気合い入れていこう。南米旅最終にふさわしい。これでもし見つかったらボリビア警察に表彰与えるわ俺。誰、何様やねんっていう話やけど、大地君マジで見つけに行こう。ありがとう、本当に、うん、最高や。ちなみにあの銀行もやられてたからね。あの5万4万3万とかやろ。そうそうそう、えぐいな。取り返そう。これマンショット絞ってる。あ、ここか。前に2人と後ろにもう2人、こんな感じで、あとワンブロックか。そうです、ブロック。お前こうやって蹴らして何？あ、ここにいろって俺だけ。ここが場所のテルスのとこ。鳴らしてる？まだなかったら LINE して。あかん、音聞こえへん。muestra nos la ubicación de tu iPhone en este momento。今さっき見せた画像の場所以外は分かりません。電源が切れているのか鳴っていない可能性があります。この上の屋根から発信が来てるから、屋根に捨てたんやろっていうポリスがおんねんけど、そんなわけないやろ。もう iPhone の探す機能も限界があるっていうことやな、多分。ガチで屋根行こうとしてる。怪しい、その iPhone の場所の屋根のところに来てるけど、屋根にはありません。なぜなら、絶対売り飛ばされてるから。でも、本当にありがとう。全力を尽くしてくれてありがとうございました。それが私たちが提供する目的です。 Thank you。 とりあえず書類のあれがあるらしいです。結果は見つかりませんでした。どう考えても無理か。途中で思ったもん、なんか iPhone の更新がそれ変わってるわな。あれな、どうなったら無理、成績的にやろうな。電源切ったら、充電切れたら、シム抜いたら、分解したらとか分からへんけど、 iPhone14 が貴重やからな。泥棒市場に売られてるかもしれへんわ。もうもっと見つけたかったんやから。ご迷惑おかけしました。お前金払ってお前。ちょっと見つからんかったけど、全力尽くしたから、うん、こんだけやってあかんかったらあかんっていう諦めをついたしね、うん、マイアミでまた買おうということで、まあちょっとこれはね、動画先出てると思うんですけど、僕らはあの WBC 日本代表決勝戦、準決決勝進出したんで、南米中断をちょっと取りやめて行ってきます。やっぱ人生な、やりたいもんやった方がいいじゃん。まあ、この動画が上がる頃には後半の南米縦断始まってると思うんで、前半の最後が iPhone パクられて終わった。そう、後半の最初は iPhone 探しに行こう。空港までとりあえず行ってゆっくりしようか。ほんまに疲れた、もうこの何日か。お疲れさまでした。
というわけで、まあ一つの国をまた終えて空港に向かってるわけやねんけど、やっぱり最初不親切やなと思った警察やってんけど、疑っとったやろな、俺らがほんまにパクられたんか、ただ保険金目当ての詐欺をしようとしてんのか、うん、疑ってたやろな多分。だからあのプロの翻訳必要とか言ってたけど、結局ああやってほんまにパクられたっていう証拠見せて GPS とか見せたら、最終的にはあいつ書いてくれたもんな。普通にプロじゃないとあかんって言っとったのに、最初全然話変わってきてるし、うん、人も俺らも疑ってかかってるやん、外国行ったら人のもと、うん、声かけてくる人、優しいんか悪人か分かる、警察官もいいやつか悪いやつか分かれへん。その中でやっぱ疑いやってる人たち同士は話し合ったらやっぱり話進まへんやん。人を信じる気持ちとか信じてもらう努力って必要やな。日々の生活にもそれは置き換えてな、うん、仕事でも生活でもカップルでも夫婦間でも、うんこ踏んでもか、ええこと言うようもだ、うんこ踏んでもか。信用してもらう心、人を信用する心、これがやっぱり海外旅行関係なく旅関係なく必要やなっていうのを改めて実感できた一日でした。ちょっと長いね動画になってしまったと思うけど、これを見て何か感じることがあったりすればな、気をつけようとか、これで iPhone 一つでも防げたら、それはそれで俺らがなやった価値はあったし、それはいいと思います。ということで、あのスーパーサンクスください。じゃあフロリダ行こうか。行きましょう。頭痛いやん、歩いて喋ったら頭痛いね。この国 4000m メートルだからね。そうやね、空港がいっちゃん標高高いから、空港これ見て誰でも入れんね、チェックインいらんねこれ。おはよう。おはようございます。12時間後ぐらいか、マイアミ着きました。マイアミ着いた感ないけど雨降ってる映像だし、ちょっと回転に言われて途中でビール買って何杯も終わったし、パーティーしよう。とりあえずホテル向かいます。兄貴が待ってるんで。あ、それ流すの？あ、これは流したいです。ちょ、ペーパーミルやらしてということで到着しまして、僕の兄貴たちと合流したんでサルします。朝6時です。おぜサルサルペーパーミル先サル今日も動画を最後まで見てくれてほんまにほんまにありがとうございます。概要欄にインスタグラム、ツイッター、サブチャンネル、アカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心から。ハングオーバー、二日酔いという意味、マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。もうこれからボリビア行くよっていう人たちには喉から手が出るぐらい欲しい情報なんじゃないかなっていう風に感じてる。ボリビアの食事はっきり言います、まずいです。まあ、移動が不便な国です。